エリク旧世王はスウェーデン王でエリク家最初の王。スウェーデン国教会では劣勢されている。エリクが暗殺された5月18日が記念日となっている。エリク旧世は1120年にスウェーデンのベステルイエートランド地方で生まれた。父はスウェーデン軍の騎士、イエドバルドと言われ、母は元スウェーデン王ブロット、スベンの娘セシリア。弟に カルマルエン王期に王となるカール八世の祖先となる人物がいたと言われる。さらに母方のいとこが後にエリク家と競合しながらスウェーデン王を出すスベルケル家の海藻スベルケル一世がいたという。エリクは20代後半頃にスウェーデン王インゲ一世の孫娘でまたいとこのクリスティナと結婚した。さらに彼自身の外祖父が元スウェーデン王ブロットスベンというこれら二つの縁で 地方の王位を継承した。これが後に彼がスウェーデン王になる道を作る大きなきっかけだった。1256年のクリスマスにスウェーデン王スベルケル一世が暗殺され、スウェーデン王の座が空白となった。そこでスベルケル一世の母方の重帝で地方の王であったエリクが指示を受け、即位した。熱心なキリスト教の信者だったエリクは王となってすぐに北欧を キリスト教で固めるためにフィンランドに対する第一次北方十字軍を引き京教徒の制圧に向かった。それと共に勢力拡大も狙ったとされる。その遠征の際に目撃した青空に浮かぶ金の十字架がスウェーデン国旗のモデルとなったという。第一次北方十字軍での活躍はローマ教皇の耳に届き、ローマ教皇はエリクの行いを評価した。エリクは ローマ教皇という大きな後ろ盾を手に入れたのである。このことを知ったエリクは深く感謝し、息子のクヌートをローマに施設として送った。国政の面ではエリクは既婚女性の遺産相続も可能とするなど、スウェーデン国内の法律を改革するという大きな功績を残した。1160年5月18日の朝、エリクはウプサラで礼拝を終えて教会から城に帰るときに、 マグヌス・ヘンリクソン率いる軍勢に襲われ、命を落とした。こうしてマグヌスが、スウェーデンをマグヌス二世として即位したが、彼も、王位を狙うカール・スベルケルソンに殺され、在位一年で王位を奪われた。街の象徴的な講演者としてのストックホルムの聖エリックの多くの画像の一つ。エリック暗殺後、ローマにいたエリックの息子クヌートはスウェーデンに戻り、1167年に、 カール・スベルケルソンを殺し、王位を奪った。そして彼は、スウェーデン・オークヌート一世として即位して、約29年間王として君臨した。その後も、エリク家は1250年に、エリク十一世が死ぬまで、スベルケル家と競合しつつ、断続的に、スウェーデン王を出した。彼の子孫は、女系で、ヤッシャ語のバルデマール一世を経て、現在のデンマーク王室に繋がっているという。 エリックは、インゲ一世の孫娘のクリスティナと結婚して、以下の子女を設けた、ストックホルムの紋章、エリックザセントを描いており、中世のシールに基づいている、エリックザサン・ウプサラ大聖堂の銀色の聖遺物箱。ありがとうございます。